はい、お疲れ様です。今回の動画はですね、小型の水路や側溝の折れ点部分の切断寸法の測定方法についてですね、お話ししていきたいなと思います。まあ、こちらの図のですね、ここの寸法ですね、ここの寸法の拾い方ですね、こちらをですねお話しするんですけども、はい、ということで早速ですね、今回の動画の流れになります。最初にですね、側溝切断のポイント、それから側溝の折れ点位置を、超張り板で、表示しますと。それから側溝のですね、交点、折れ点ですね、折れ点の位置を直角方向にですね、マーキングすると。マーキングした位置から、外側の折れ点ですね、折れ点を測定すると。そして側溝の全幅とその今測った折れ点までの距離の比率を計算して、そこにマーキングしてですね、あとは切断するという流れになります。で、最後に簡単にまとめさせていただいて、私のチャンネルを軽く紹介させていただきたいなと思います。ということでですね、最初に側溝切断のポイントになります。今回はですね、例として、こちらの図のような角度でですね、落ち蓋式夕方側溝300×300 がですね、折れるという想定でですね、お話ししていきたいなと思います。このようにですね、自然な形で側溝を折るには、こちらの図のように2本の側溝をですね、同じ角度で、左右対称なんですけども、同じ角度で切断する必要があります。同じ角度で切ってくっと合わせるという形ですね。今回ここに 220mm と書いてありますけども、この220mm の寸法をですね、現場で実際どうやって測るかというお話をしていきたいなと思います。側溝の折れ点位置をですね、超張り板で表示しましょうということなんですけども、まずは側溝の超張り同士をですね、水糸で結びますと。結んだ水糸をですね、垂直に下ろして、その位置をですね、ザラ板や超張り板ですね、超張り板で明示するということですね。その折れ点部分だけでいいんですけども、その折れ点位置を超張り板で明示していきましょうということなんですけども、このように置いてみました。この赤い線が側溝の折れ点位置ですね。こちらの位置が外側という形にさせていただきます。このように折れますということですね。で、この線に沿って板を置いてみました。そして520mm、 側溝の全幅が 520mm ありますので、520mm の平行線をですね、このように板で表示しております。こちらも 520mm の平行線をこのまま引いてですね、板を置いているという形ですね。こちら、外側内側という形で説明させていただくんですけども、こちらの内側のですね、交点、折れ点ですね、こちらの折れ点を直角にですね、この側溝のラインに対して直角にこちら外側の板にマーキングするということなんですけども、この直角を出すのに、差し金ですね、差し金を使って、直角方向を出しますということです。差し金ですね、長手方向をこの超張り板に合わせてですね、で、この折れ点部分に差し金を合わせます。つま手方向だけではですね、こちら届きませんので、この足りない分はこの漂着ロッドですね、こちらを使って、こちらピタッと合わせて、そのまま上に持っていってマーキングするという形になります。このマーキングした位置からこちらの折れ点までですね、折れ点までの距離を測るんですけども、こちらですね、マーキングから外側交点を測定ということで、こちらから測ってみたので、この距離ですね、この距離が今回220ミリありましたということですね。今のをですね、平面図にしてみたんですけども、こちらがマーキングした位置になりますね。このマーキングした位置から折れ点までが220ミリありましたと。そして、折れ点部分は左右対称になるので、こちらもですね、同じ220ミリで切断するとピタッと合いますということになります。側溝全幅と切断長さの比率を計算して、最終的には切断ということなんですけども、側溝を切断するには今回の側溝の全幅が 520mm あります。こうですね。それに対して切断長さが 220mm ありますので、この 520mm と 220mm の比率をですね、計算して側溝の切断ラインをマーキングします。こうですね、マーキングして、これに沿って最終的には切断するということになるんですけども、このようにマーキングします。この186とかですね、 34mm とか 21mm、 それからこちらの 47mm とかはですね、
この比率に対して計算します。この比率に対する計算方法はですね、前回の動画で詳しく解説させていただいておりますので、まあ、そちらをですね参考にしていただけたらなと思います。概要欄に URL をですね貼らせていただきますので、ぜひ覗いてみていただけたらなと思います。はい、ということで簡単にですね、まとめさせていただきますけども、今回の動画はですね落ちぶた式夕方速攻の 300×300 を例にさせていただいて、折れ点部分の切断寸法をですね測定する現場での方法を紹介させていただきました。最初にですね速攻の位置を正確にですねマーキングします。超波リーターを使ってですね現地に落とすんですけども、外側の折れ点部分と内側の折れ点部分を超波リーターで表示するということですね。そして差し金を利用して直角にマーキングして、外側の超波リーターからその折れ点部分までの長さを測定しますと。最後に速攻前幅に対する切断長さの比率を計算して、同じ角度で2本の速攻を切断するためのラインをですね、マーキングするという流れになります。はい、ということでですね今回の動画は、以上となります。私のチャンネルはですねこのように、土木の現場に関することをですね発信させていただいております。もしよろしければですねチャンネル登録していただけたらなと思います。同じ内容でですねブログの方もやっております。もしよろしければそちらの方も覗いてみていただけたらなと思います。はい、ということで、動画をですね長時間最後まで見ていただき、本当にありがとうございました。